超またキャンは中華人民共和国の軍人。中国共産党中央政治局委員。党中央軍事委員会副主席。国家中央軍事委員会副主席。中国人民解放軍総装,装備部部長。中国人民解放軍装備発展部部長を歴任。階級は上昇。1950年7月、赤岩は、先生以南、北京生まれ。父は、長僧村上昇。 1968年、人民解放軍に入隊。1997年、少将に昇進。2005年11月、北京軍区副司令員。2007年7月、中将に昇進し、同年9月より、新洋軍区司令員を務める。ロシア、北朝鮮と国境を接する、新洋軍区司令員として、2009年にロシアと中ロ合同軍事演習。 平和と使命を遂行。2010年9月には、北朝鮮の平壌を表敬訪問して1日に、金永南委員長と会談した。2012年10月、中国人民解放軍総装,装備部部長に昇進。2013年3月15日、第12期全国人民代表大会第1回会議において、中華人民共和国中央軍事委員会委員に選出された。 新洋軍区司令委員割リまたキャン人総装備部長、七ため、開国上昇新洋軍区司令委員割リまたキャン会、新時期軍事軍連新革命、金英南委員長中国の軍代表団と、会見朝鮮新報2010年9月3日、開放4部人事制4部制、ひとし駅人中国共産党新聞中華人民、共和国全国人民代表大会広告。ありがとうございます。